皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どこのご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日、10月の2日と3日に、約2ヶ月ぶりにですね、アモナイトセンターの、体験発掘が再開されまして、早速発掘に行ってきたんですけれども、まあ、この写真ですね、10月2日の、まあ、大体10時くらいですかねの写真なんですけれども、前の日に雨が降りまして、まあ、路頭もですね、この時間ではまだ乾いてないところがあったんですけれども、まあ、ずっと天気は良かったんで、この日のうちにその濡れてた部分は乾いたんですけれども、まあ、ただ、この路頭のところですね、壁になってるところはやっぱり水分がだいぶ含んでて、まあ、土日かかって、まあ、ずっと天気は良かったんですけど乾かなかったんですね。若干こう濡れたような状態で、ちょっと、石はちょっとグズグズってした感じで、化石もねだいぶ脆くなってて、掘るのはちょっとね慎重にやる必要があったんですけど、まあこの土日ですね、どこを掘ってたかと言いますと、この丸で囲ってるところ、はい、まあ、この写真の大体真ん中のあたりなんですけど、そのちょっとこうロープのすぐ下のあたりですね、ちょっと黒い点になって見えると思うんですけど、これは路頭から若干上の方が出っ張ってるような状態になっているところで、そこのこのくぼんでるところを、横からちょっと掘っていくような感じにやっていったんですけれども、そこでね、見つかったもの、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回、掘り出した化石の中で主なものをちょっとね紹介していきたいと思うんですけれども、まあこの位置で、見つかったものとしては、アンモナイトが4つと、あと魚の歯なんですけれどもね、結構いい状態のやつが1つ見つかりまして、まあ順に紹介したいと思うんですけれども、でこちらですね、まずは、はい、アンモナイトのアナゴードリスですの一部ですね。はい、まあ、残念なことにこのね、片面しかないんです。この裏側はないんですけども、まあおそらくなんですけど、掘ってたところがこう横にこう、まあ、上にこう出っ張ってる地層がありまして、その下にですね、地下水がこう流れ込んでこう赤茶く変色しちゃったこの層があるんですけど、そこの大体こう境目近くにこれが入ってたんで、もしかするとこう綺麗にこうぐるっとあったんでしょうけども、その半分以上ですね、それがその地下水の層に入ってしまって、その地下水の酸化の作用があるんで、それでちょっとね溶けて、なくなっちゃったのかなという感じはするんですけど、まあ綺麗に6も太く出てますし、まあ部分的ではありますけどね、いい化石だったんじゃないかなと思いますね、これね。はい、でよく見ると貝殻の裏側にこうね、生色に光る層、まあ、真珠層みたいなものがあると思うんですけど、あれがちょっとここにもうっすら出てて、まあ、肉眼で見るとちょっとねうっすら七色にこう光って見えるんで、まあ綺麗なんですけど、まあもうちょっとね状態も良ければよかったんですけどね、まあとりあえずこれはこれでいい感じで出ました。はい、で次がですね、これが多分スカフィテス、まあ、異常巻きアンモナイトのスカフィテス、まあ、ちょっとこの映像からちっちゃくて見えないと思うんですけど、まあ、拡大図をこちらに出しますと、まあ一応スカフィテスっぽいなっていうのは分かるんですけど、若干やっぱ斜め方向にぐしゃってこう潰れちゃってて、あまりこう綺麗に巻いてるようには見えないんですけど、まあまあ全体が出てるだけマシかなという感じですね。はい、でもう一つ小さいのあるんですけど、これも多分スカフィテスだとは思うんですが、まあ、ちっちゃいんですけど、最初出た時はちょっとイノセラムスっぽい2枚貝のあれかなと思ったんですけど、まあちょっとクリーニングしたらね、やっぱりくるって巻いてるんで、やっぱこれアンモナイト、異常巻きのアンモナイトかなというところですね。はい、で
次のやつがちょっとね、バラバラになっちゃってちょっと手で持ち上げられないんですけど、多分、ユーボストリコセラスの化石で、まあ、それでもこうなんか上から下にこう上と下にこう潰されちゃってこう平たくなっちゃってるような状態で出てきたんですけど、まあ、出た時は一段ともう一段上の半分に割れちゃったような状態でこう2段若干重なって見えてたんですけど、まあ、ちょっとクリーニングする時にちょっとバラバラになっちゃって重なってる感じがねちょっと分かりにくかったんですけど、おそらくはこれはユーボストリコセラスかなという感じですね。はい、で今年の4月にですね、取ったユーボストリコセラス、まあ、募集になったやつなんですけれども、そちらがですね、職員さんから、まあ、研究の途中経過を聞くことができまして、まあそのアムナシセンターから出てくるユーボストリコセラス、まあ、ユーボストリコセラスインドパシフィカムという種になるんですけれども、それとはちょっと違うんじゃないかということらしくて、何が違うかっていうと、そのインドパシフィカムの6の入り方がそのアムナシセンターで見つかっているもの化石とはちょっと違うんじゃないかということで、そのまあ、論文を書かれる方が北海道の方のそのユーボストリコセラスの標本と比較をするということで、ひょっとするとですね、ひょっとして新種っていう可能性もあるのかなという期待を持ってるんですけども、まあね、その研究の成果をねさらに増したいと思います。はい、で最後にですね、ここにあるのが。これも小さいんで分かりにくいと思うんですけど、これですね、魚の歯ですね、エンコーダスの歯なんですけれど、まあ普段見つかるエンコーダスの歯っていうと、もうこう掘って掘ってこう見えるところに出てくる頃にはですね、この粉々に粉々に砕けた黒糖飴みたいな状態になってて、もバラバラになっちゃってることが多いんですけど、今回はですねこれかなり綺麗な状態で、出てきましたね。まあ一箇所ポキって折れてはいたんですけど、まあそこをくっつければほぼほぼ完全な状態になっているかなという感じで、綺麗にこう細くこう調整が入ってるのも見えてますし、まあねなかなかいいサイズなんじゃないかなと。まあ2センチくらい長さありますけどね。はい、なかなかいいサイズで出てきましたね。はい、でですね、できればその掘ってたところのこの上に出っ張ってるところを、まあ、丸ごと落として、その中からこうねさらにアンモナイトが見つかればいいかなと思ってたんですけど、まあ日曜日はですねちょっと人手が多くて、まあ70人が体験発掘の上限の人数なんですけど、それを超えちゃいそうになる、まあ、札止めの状態になりまして、日曜日は結構ね人手が多かったんで、まあこう結構ね、こう狭い範囲しか掘れなかったんで、その大きな岩を落とすっていうのをねちょっとまあ自重したんですけれども、まあ、その出っ張ってる岩、まあ、いずれ自然にこう落っこちる危険性もあるので、多分今週にですね、職員さんがその出っ張ってるものを落としてくれているんじゃないかと思うんですけど、まあ、今週末もですね、できれば体験発掘行って、その落とした岩をですね割って、さらにまたですね、アムナイトを出して頑張りたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もしております。関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。